全然知らない街を歩いてみたもののシーズン2のことについてちょっとお話を聞かせてもらえればと思って、はい、シーズン2ならではの魅力や見どころとは、よりムロ君のその表情、めちゃくちゃこう遊び心がいっぱいあるし、こんなにムロ君の表情って面白いんだろうって俺もなんか感心しちゃって、何がっていう顔の感じとか、それがね、あんなに顔で表現できるってやっぱすごい面白いし、やっぱりムロ君ってすごいなっていう部分を感じたりとか。印象に残った場所ってありますか？全部の街がやっぱほとんど行ったことない街、庭の代官山も当然行ったことはありますけど、でもその代官山でさえ、あ、こんなところがあるんだってやっぱり思いましたし、最終話の女子大駅、はい、漫画の世界に来ちゃったみたいなような、すごい面白くて映画化してほしいです